オチンです。本日も戦国無双5をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は主人公、織田信長の大太刀を使っていきましょう。織田信長の大太刀での固有チャージは、チャージ1とチャージ4です。まずは、チャージ1。自分の周りに覇気を放って炎で攻撃する。これかなり攻撃範囲が広くって使い勝手がいいです。続いてチャージ4。チャージ4は見ての通りぐるぐる回って先に進んでいく攻撃になるんだけども、破壊力が半端ない。地獄難易度のボスにもゴリゴリとダメージを与えていきます。さらに一発一発に衝撃波がつくので遠くの敵も倒せて一石二鳥ですね。では行きましょうか。まあ、基本的に、チャージ4をしっかりと使いながらいきます。こういう狭いところで敵がいっぱいいるときはね、もう本当これフィーバータイムよね。もうこのチャージ4だけでもうすごい数殲滅していくことができます。無双演武の方でなんかこういう場所があればね、お金とか経験すごい貯めれそうなんだけども、まあ、そういうのもちょっと探しながら行きたいね。隠密か。隠密をちょっと倒しに行こうか。ここはね、3つともクリアできてないとちょっと S ランク取るのが難しいので、まあ、確実に取りに行きましょう。こっち側からいいか、この先のところだね。でもやっぱ松風が手に入ってから楽になったね。ちょっと反対側行くな、お前。待て待って。よし、倒しましょう。松風はいいね。やっぱ馬の速さが上がるってすごくいい。ちょっと前まで移動がすごくネックだったからすごい楽になった。パートナーをこう交換して行ったりもね、結構してたんだけども、今はね、この松風があるとパートナー交代もそんなにしなくていいかな。自分一人短期でこう突っ込んでいっても全然やれるようになったね。うわ、勘兵衛嫌いなんだよな。勘兵衛なんか嫌いなんですよね。よし、OK。勘兵衛いるのか。勘兵衛と勘兵衛指定コンビね。そこか、指定じゃないのか、先輩って呼んでるからね。おっと、剣心か。こっちには剣心。いきます。チャージ4で突っ込んでいくね。いけお前たち。わあ、ちょお前ら俺を押していくな。この仲間のレベルもね、しっかりと上げていきたいところだよね。あ、こいつ氷持ってるな、剣心。スキル持ちか、やるね。ハメいた。よし、オーケー。ちょっと喋りながらだとね、ちょっとあれだね、チャージ5が暴発することがあるな。気をつけていこう。心の中でね、1234ってこう数えてからやってるからね。ああ、めんどくさいこいつら。ああ、もう鬱陶しい。いけ。よし、チェンジしてもいいんだけど、信行がね、レベル10なのよ。レベル10で全く使えないんで、信長でちょっと突っ込んでいっちゃいましょう。敵がね、めちゃくちゃ多い時が、フィーバータイム。フィーバータイムだよ。いるね。いるいる。ここで、ぶっ放そう。ああ、もうぶっ放したかったのに。まあまあ仕方ないか。いっけ。はいはいはい。
で次はもう1体ぐらいなんかいたでしょ。飛んでいけ。あ、いたいた、普通のネームのですよ。だれい、そろそろ終わりかな。おはぞうもいつの間にか出てきたけども、速攻倒します。そろそろ、最終のミッションが発動されるかな。やっぱこのね、たくさんの敵をゴリゴリ倒していくっていうのが無双の醍醐味でしょう。いけ、邪魔すんな。よし、いったれ。あ、でちなみに武器なんだけども、これまだまだ強くなります。うん、経験値とかお金の稼ぎ、その稼ぐスキルを2つ入れてるので、そこにね、攻撃スキルを持ったらば、もっと強くなる。これのどんぐらいだろうな、 1.2、3倍は強くなるんじゃない？ 1.5 倍ぐらい強くなるかな。結構重要スキルがあるからね。あ、孫市やめろ。ユニークはね、まだ俺入手してないんだけども、スキルが固定っていうのがちょっと気になるんだよな。自分でつけたいよね。あー、倒した、おしまいです。はい、ということで今日は織田信長の大太刀使ってみました。最初の方の動画で俺刀の方がいいよって言ったんだけども、あれは序盤から中盤刀の方がだいぶ使いやすかったので紹介しました。で、終盤になると大太刀かなり使えるようになるので、まあ信長がだいぶ育ってきたなーっていうタイミングで大太刀を使ってみてください。マジで強い、マジでゴリゴリ押せるので強いです。やってみてくださいね。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。